はっきり言ってこの商品買いです。普通であればもちろん正確さもこういう温度計が一番いいと思います。ただこの温度計の問題は測定が終わるまでに時間かかると思いませんか。2分とか3分とか3分はかからないのかな。ちょっと正確に測るまで時間かかりますよね。で、急いでる時とかはなかなか測りづらい。まあただ正確に温度を測りたい、体温を測りたい時はこれが一番いいと思います。で、じゃーん、こういう非接触型の温度計使いやすいですよね。パッと簡単に測ることができるのでいいんですけど、ただ普段カバンの中に入れて持って歩くとか邪魔ですよね。なかなかそういうことはできないと思います。そんな時にやっぱりこれです。この小ささ、この大きさがいいですよね。この大きさであればカバンの中に入れといても邪魔にならないですし、スマホに挿して測定することができて意外と正確な温度が出る。この商品本当にいいと思います。はい、どうもバンザブローです。久しぶりにちょっと面白い商品を購入したので紹介してみたいと思います。じゃーん、スマホに挿すだけ非接触型のミニ温度計です。超小型、超軽量、携帯に便利な温度計で、なんかいつもよく行くスーパーのレジの横に何気なく見たらぶら下がっていて、980円税別だったんですよね。で、なんか、ライトニングタイプとアンドロイドタイプがあって、私はライトニングタイプ買ってみました。製造国はあちらの国ですが、販売元は日本の会社ですね。で、このヒロコーポレーションという会社、調べてみたら、よく入り口ですね、店舗入り口とかに置いてる非接触型の体温計みたいなのありますよね。あれをなんか結構売ってるような会社って、あと家電、いろんな家電ありましたね。なので、なんかそういう面白い商品とか温度計とかに強いんじゃないかなと思います。で、測れる温度が32度から 41.9 度まで測れるみたいですね。では、早速開封してどんな使い方ができるのか試してみたいと思います。開けてみます。開封といっても本体と紙の説明書、中は別に重要事項、注意事項ですねが書いてあるのと、先ほど見せた裏だけとこれだけです。では早速 iPhone に接続してみたいと思います。じゃーん、画面黒いと反射して映ってはいけないものが映るんで、ちょっと白い画面にしてみました。では刺してみたいと思います。ガッチャンコ、あ、なんかいきなり表示が出ましたよ。で、どうすればいいのかな。あ、なるほど、なるほどですね。ここが温度センサーみたいですね。で、説明書によると、この下のが距離計ですね。距離計で、だいたい何センチぐらいかな、10センチぐらいですか。それ以上離れるとダメですね。で、表示 36.2 度、だいたい 36.7 度、合ってんじゃないですか。私一般的な平熱の人間なんで 36.4 度ぐらいかな、ですね。で、裏に、これが測定ボタン、測定したい時に押せばいいのかなと。
とスピーカーですね。これだけのことです。まあ物が測定するものがこのセンサー、距離センサーの前にないと測れないみたいですね。ちょっとおでこで測ってみますか。 36.4 度、ぴったり。すごいなかなか優秀ですね。うん、測定も早いし、これ980円ならいいんじゃないですか。軽いし、持ち運びに便利だし、ちょっと、なんつうんですか、カバンの中に入れといて、ね、なんか、熱測ってみたいなぁと思ったら、こう、ガチャンコさして、ピッて測れば、便利じゃないですか。うん、よかったなぁ。ただ、なんか、携帯にアプリがあって、温度が、測定した温度が記録されるとか、そういうことはないみたいですね。ただ、携帯から電源取ってるだけみたいです。まあ、こういう、非接触型の温度計ありますんで、測ってみます。36.3 度。36.2 度。うん、大体それほど誤差なくいい感じじゃないですかね。これ980円なら買いかもしれないです。で、一応、もし興味のある方がいたら、どこで買えるのかな。私はたまたま近くのスーパーで買ったんですけど、型番と一応概要欄に記載しとくので、楽天とかアマゾンであるのかな、ネット通販であるかもしれないですね。その辺ちょっとわかんないんで、もし、ネット通販等であれば、あったよってこと書いてみたいと思います。